一子です。今日は2024年9月22日日曜日です。高松の午前6時半過ぎの温度は27度で、予報は曇りです。現在午後4時過ぎ、温度は26度、予報は雨です。午前9時過ぎ頃から雨が降り出しました。高松にとっては恵みの雨ですが、石川県では線状降水帯と台風14号の影響もあり、豪雨で大きな災害となっています。災害により被災された方々にお悔やみとお見舞いを申し上げます。動画は前回の続きからですが、自転車での撮影と暗闇のため動画のブレがかなり目立ちますので、その部分は高速で回しています。読み上げは前回の続きは一旦休止して、気分転換含め焼き鳥の1回目から読み上げます。いつものようにウィキペディアの記事からです。誤読があるかもしれませんがお許しください。どうぞ。焼き鳥出店フリー百科事典ウィキペディアより、この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。このテンプレートの使い方、出典検索、焼き鳥、ニュース、書籍、スカラー、CINE、Jステージ、NDL、drib.jp、ジャパンサーチ、TWL、2021年2月。焼き鳥は、鶏肉を一口大に切ったものを串に刺して直火焼き、串焼きしたもの。本校では日本料理としての焼き鳥について記す。鶏肉以外の副材料を使ったり、鶏以外の肉の串焼きを焼き鳥と称することもある、ハッシュタグ鶏以外の畜肉、野菜など参照。概要。鍋や亀または鉄板などの調理器具を使用しなくても調理が可能な炙り焼きという方法は、山野で得た獲物を食べるには都合の良い方法であり、古来行われている。しかし、丸焼きでは調理に時間がかかるとともに、その大きさや骨のために食べにくい。このため、現代の料理店では、肉を小さく切って串、大抵は竹材に刺す方法が多く取られている。焼き鳥は、焼き鳥屋という専門の料理店で供されることも多い。このような専門店では、スズメなどの小鳥を切らずに串焼きにした元々の焼き鳥を販売していることもある。また近年では居酒屋のメニューとしても一般的である。多くの場合、鶏肉を含めた鳥類を前述のように串刺しに調理したものを焼き鳥というが、同様の調理法で鶏肉以外の素材を焼いた、いわゆる串焼き全般を焼き鳥と呼ぶ場合もある。具体的には、豚肉や豚、牛の、もつな、などを素材として同様に串に刺して調理したもの、野菜の串焼き、ネギ、玉ねぎ、ニンニク、椎茸、銀杏など、あるいは野菜を豚肉やベーコンで巻いた串焼き料理を焼き鳥のメニューとして提供するなどがその例であるが、使用する材料には地域差が大きい、口述。豚、特に豚の内臓肉の串焼きについては、焼き豚と称するところもある。また、もつを使用したものは、ホルモン焼きと呼ぶこともある。鶏肉を使用する場合でも、様々な部位、精肉以外の内臓肉も用いたものもある。日本各地における消費は、青森県と徳島県が多く、次いで関東地方と甲信越地方となっている。職人の間では、串打ち3年、焼き一生と言われており、串に刺す鶏肉が均一に焼けるように刺す技術以上に、焼き上げる技術が大切とされる。焼き上げの手間を省くための自動串焼き機も存在する。歴史。平安時代の類従造用書には、饗宴の料理として、鶏焼き物が記載されている。中世の包丁聞き書きには、うずらの焼き鳥には、
両右を切り広げ、総上に火場を重りなり、これを破壊式と威夫なりと記述されている。1643年の料理本、料理物語に鳥料理があり、その中に焼き鳥の文字が見える。山鳥、バン、シギなどであり、鶏は入り鳥に調理されたが、鳥類の多くは串焼きとされていた。1674年の江戸料理集には、焼き鳥にはキジ類、ウズラ、ヒバリ、小鳥類、キジ、山鳥、ヒヨトリ、ツグミ、スズメ、サギ類、ハト、ケリ、バンと各種の焼き鳥について言及されている。1682年頃の豪類日用料理賞では、焼き鳥の調理方法が記載されており、鳥を串に刺し、薄霜ほどに塩をふりかけ焼き申し候。よく焼き申し時分、醤油の中へ酒を少加え、右の焼き鳥をつけ、また一辺つけて、その醤油の乾かぬうちに座敷へ出し申し候と記述されている。神社の参道では、江戸時代から続くスズメの焼き鳥屋が名物であった。若槻師範の東京年中行事雑司ヶ谷岸門神会式、1911年には次のように記述されている。なお、ついでにこのお祭りの名物というのは、平成からも名物である小鳥のスズメ焼き。境内に至るまでの長い道の両側で盛んに客を呼んでいる祭りの名物であり、盛んに売られているものとして焼き鳥が挙げられている。明治時代の貧民ガイルポルタージュである松原岩五郎、西安国の東京では屋台についての記述があり、新橋から万世橋まで多数の店が出ていたと記述されている。居酒屋の前には焼き鳥、焼きスルメ、焼き塔もろこしと匂いを持って道を塞ぎ、焼き鳥などの屋台店はもっぱらに、この彼ら屋業の車夫によって立つもの。この類の露店、午後10時の通行において、新橋より万世橋までの総計かつて86個を数えき、焼き鳥、煮込みと同じく自用品として力益者のたしなみ食うもの。しゃもやの包丁より買い出したる鳥の臓物を安売してかば焼きにしたるものなり、一串三輪より五輪、香ばしき匂い忘れがたしとて、先生たちはありのごとくに群がって正願す。第二次世界大戦後は、闇市だけではなく、焼き鳥店の店舗数が爆発的に増えていった。今日では日本各地で食べられるようになり、日常の安価な軽食、また中には立派な店で提供するメニューの一部へも取り入れられるなど、幅も広がっている。東京の新橋周辺では、21世紀の今日でも JR 線のいわゆるガード下などにそれら多くの店が残っているだけでなく、新しい店舗も増えていることから、焼き鳥横丁や焼き鳥ロードなども呼ばれる。サラリーマンが帰宅時に寄り道するところとしてメディアに取り上げられることも多い。英米では焼き鳥の普及が遅かったようであり、明治大学政治経済学部教授で文学者のマーク・ピーターセンの調査によると、焼き鳥が初めて英語としてあられたのは1962年のことである。販売形態、多くは前述の通り焼き鳥や焼き鳥店と呼ばれる専門の店舗で販売される。焼き鳥屋には持ち帰り専門の店や一般的な飲食店形式の店があるが、後者でもお土産として持ち帰りを受け付ける店舗がある。また縁日などでは屋台や露店売りも多く存在し、それらもその場で立食したり、お土産として持ち帰られたりするなど様々である。焼き鳥専門店は個人店舗の他にチェーンストアの店舗も見られる。焼き鳥屋以外では居酒屋、小料理屋などのメニューとなっている。またスーパーマーケットの惣菜売り場や精肉店、コンビニエンスストアでも商品として売られていることがある。形態としては焼いていないもの、焼き上げたもの、またそれらを真空パックにしたもの
冷凍のもの、缶詰などもある。焼き鳥の缶詰、串に刺さった形や鶏焼肉の缶詰などもは自動販売機で販売されていることもある。駅弁など弁当、焼き鳥弁当にもされている。食べやすさを考えて焼いた後に串から外している場合もある。作り方、焼き鳥は串を使って作り上げる上で焼き鳥の串打ちをする必要がある。焼き鳥の串打ちを間違えると炭の上に置いて焼き上げるときに串がくるくると回ってなかなかうまく焼けないといった問題が起こる。焼き鳥の串打ちを専門にしている業者もあるほど焼き鳥の串打ちは複雑化している。工業的生産においても串打ちの機械化はなされておらず、手作業で串打ちを行っている。以上で途中までの読み上げを終了いたします。最終更新2024年7月16日火曜日。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸多からんことをお祈りしております。